ちょっと待った、あそこにいるのが荒滝イットだよな。あいつまだこっちに気づいてないみたいだ。よし、サンゴからもらった豆を試してみよう。戦闘を回避できたら面倒ごとも避けられると思うぞ。予想以上に効果があったみたいだ。も、問題ね。ただのアレルギーだからな。この程度の痛み、俺様なら簡単に耐えられ。ダメだ、息ができねえ。用事なら後回しにしてくれ。一休みさせてもらうぜ。やっと生き返った。だがまだ体に力が入らん。お前ら卑怯だぞ。この俺様に不意打ちするとは。俺様を捕まえに来た連中か。こんな遠くまで来たってのにそれでも見つかっちまうとは。まあいい、とにかく俺様はそう簡単には捕まらねえぞ。分かったらさっさと失せろ。俺様は相当強えからよ。お前らみたいな一般人に手を出す気はねえぜ。すごい上から目線だな。オイラたちの方が優位なのに。おお、そうだ、全部俺様一人がやった。俺ら荒滝派は食料が足りねえんだ。親分として食い物や酒を奪うぐらい当然だろう。ならなんで人をさらったんだ。人さらいの方が金が早く手に入るだろ。もらっつうのは多ければ多いほどいいんだ。余った金はそうだ、子分たちに分けてやった。なんだと、そうごちゃごちゃ聞いてどうする。言ったはずだ、俺様はそう簡単には捕まらねえ。何を聞こうと無駄なこった。そうはいかないぞ。こっちはお前を捕まえるっていう依頼を受けてるんだ。はあ、俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。オイラ、いや、こいつがお前を捕まえるんだ。簡単には諦めねえようだな。ならばイット兄ちゃん、慌てるんでない、転ばんようにな。どうして全然帰ってこなかったの？一緒に虫相撲をするって約束したでしょ。おお、そうだったな。ほら、頑張って探したんだが、なかなか強い虫を見つけられなくてな。もう少し時間くれよな。あれ、あの人たちは誰？イット兄ちゃんの友達？ああそうだ、ついてくるなっつったのに。俺様のことを心配してな。これがそのそうだな、人望ってやつ。そうだ、俺様の人望だ。オイラたち別に。し、黙っててくれ。子供には関係のないことだ。イット兄ちゃん、なんだか顔色悪いしフラフラしてるよ。さっき虫を探すのに夢中で頭を木にぶつけちまったんだ。大丈夫、俺様の角は丈夫だからな。よかった。じゃあバーバと先に戻ってるから早く帰ってきてね。お、待ってるよ。今日は必ず勝つからな。あの人たち一体誰なんだ。あの年寄りは鬼バーバ、昔この俺様を引き取ってくれた人だ。子供の方は大輔って名前で、最近道端で拾った。二人とも俺様の大切な家族だ。俺様と一緒に逃げてきた者の中には、あいつらの他に荒滝派の兄弟たちがいる。一緒に連れてきてなかったら今頃天領奉行に絡まれてただろう。だけどそいつらのことを思ってるなら
どうしてまた心配させるようなことをするんだ？そうだ、約束しよう。大輔との虫相撲が終わったら、全てをかけた決闘をしてやる。この俺様をぶっ倒すことができたら、おとなしく稲妻城についていってやろう。その時は大輔に、友達と少し出かけるとでも言えば、心配させなくて済むだろう。どうする？あの子の気持ちを考えて話に乗るか？肝の座ったやつだ。気に入ったぞ。ならば早速場所を移すとしよう。それと虫相撲に使う鬼カブトムシを一緒に捕まえてくれ。さっきこの辺を探したんだが、強そうなのがいなくてな。俺様についてこい。安心しろ、逃げたりはせん。